奥山亀蔵奥山亀蔵九月十日から九百四十一年五月十七日は、日本の土木技術者、内務技官、実業家、政治家、衆議院議員。山形県田川郡、古関村で、河能奥山重右衛門の三男として生まれる。将来中学校、第四高等学校を経て、1九百七年、東京帝国大学校科大学土木工学科を、 卒業した。内務省に入省し、新潟県岐市、新潟県梶川改良事務所長、西川改良事務所長、寺戸まり筑工事務所長、農筑工事務所長、国平駐車や彦神社再築工営所長、新潟県土木課長、秋田県土,県土木課長、宮城県土木課長、道県河川事務所長、道県臨時電気経営事務所長などを歴任した。退官後、 1923年7月、新潟水力電気食卓となり、同年12月、取締役に就任した。その後、新潟電力取締役、技士長に就任し、1928年、庄内電気鉄道の設立に参画し、1929年12月、鶴岡、湯の浜間,間が開通した。同年、新潟電鉄が創立され、専務に就任。 1933年8月、白山、つばめ館が開通した。その他、東北六県鉄道同士会会長、新潟鉄道局管内機動連合会長、日本、乗り合い自動車協会理事などを務めた。1928年2月、第16回衆議院議員総選挙で、山形県、第2区から、立憲民政党所属で出馬して当選。17回、 第19回総選挙でも当選し、衆議院議員を通算3期務めた。ありがとうございます。